私もいろいろありました。2018年最後のライフハックライブショーは、フォートナイトにおけるダンスが著作権法で守られているかといった話題、スラックがイランでバンされた話題、そしてインスタグラムがインディーズ書店を盛り上げているといった、そういった話題についてご紹介いたします。それではどうぞ。 ライーーブショー第回目ライハクインの堀です、えー、2018年最後の回ということで、えー、やっていきたいと思うんですけれどもね来週まだあの日曜日1回分あるんですけれどもちょっと実家に戻っていてね撮影機材を持っていくのも結構大変なので今週で、えー、今年は最後にしたいと思いますけどひょっとしたらね、あのー、ゲリラライブ的なものをどっかでやってるかもしれませんので YouTube のチャンネルの通知などをオンにしておいていただけると、ポンとどこからかやってくるかもしれません。来週ね、ちょっといろいろありますので。今週、あのー、あれです。ちょっと懇意にしていただいてるですね。日 KBP さんから、こちらの本、大注目のハンス・ロスリングとイーラ・ロスリング、アンナ・ロスリングの3名によるファクトフォルネスの 翻訳がついに来ました、えー、ハンス・ロスリング先生はテッド講演ですよね、えー、とハンンス・ロスロリング先生の「魔法の洗濯機」というこれがもう名作の、えー、プレゼンテーションなんですけどこのねあの世界はこうどんどん悪くなってると思うかいと,、えー、と貧困ってどんどん増えてると思うかいって実はそうでもないんだよと。 この例えば何十年かの間に貧困の人たちは世界中の中で本当に半分に減ってきましたとかこうそれでこう所得階層が上がってきてじゃあこうね資源とか使い尽くして世界は大変なんじゃないかいやそうでもないと,、えー、と世界中の人間が所得が上がるにつれて大体子どもの数が減るとだからこう非常に効率の良い社会になっていて実は社会っていうのは非常に良くなってる側面もあるんだと。 こういう講演をされていてこの最後のオチとかも含めても最高のプレゼンなんですけどこういうデータをの見方を教えてくださるあのー、あれですね、えー、本がこの「ファクトフルネス」という本になってます。ハンス・ロスリング先生はもうお亡くなりになられましたが本当に亡くなられる直前まであの本当に病院のベッドの上でもこれに手を入れてまさにね人生の総括の一冊として書かれていて。 えその後、息子さんと息子の,あのお嫁さんかにあたるあのアンナ・ロスリングさんがえ仕上げると。もともとね、このハンス・ロスリングさんの,あのグラフィックとかそういうのは、アンナとオーラがあのーえっと作っている会社のものだったりしますので、これ、ジョイントベンチャーだったので、これ、彼らのための本でもあるわけですね。で、英語版が出たところ、 本当、全世界大ベストセラーで100万部のね、大ベストセラーになっているんですけど、ついにそれが、えー、日本でも翻訳されて、えー、n d l e 版かな電子書籍版は元旦に読めます。が、えー、ぜひこれはね、本当あの、紙で買った方がいいです。本当悪いことは言いません。これ、紙で買った方がいい本の、あれです。実にね、作りもしっかりしてるし、あの、こんなに分厚いのにそんなに重くないし、 翻訳はしっかりしてるしあの図表とかもやっぱりね手で持った方があの見やすいしあの本当にこれは紙で持ってるのがいい本です。中身はどういう本かと言いますとデータの見方です。で最初のところに結構この,あのちょっとこうイントゥイッチブじゃないこの質問がいろいろあるんですよね。13問ぐらいかな。現在世界の70億人の人がいます。上の地図では、ね、あのこう あれだ世界の人口分布を正しく表しているのは次の3つのうちのどれですかとか、あのー、予防接種を受けている子どもは世界中の1歳児の中の何パーセント %?20%、50%、80%? ってこう意外に知らないデータについて、えー、と質問があってちょっとこうあ、ね、貧困とかもあるしこのぐらいかなって思って答えてみると意外な答えが待っていると。で <laughs> 失礼。えっとなぜ 意外にななっってててししまうのかっていうののかいいいでで恥を感じじほわけじゃないですねハンス・ロスニング先生はその知らないことが問題なのではなくてデータの見方が問題なのだと,、えー、と世界は例えばすごく貧困が蔓延してて悪い場所だっていう例えば潜入感があったり世の中はどんどん悪くなっていくはずだっていう,こうどんどんネガティブバイアスがあったりあるいはこう物事のスケールを読み間違えていてこう少しこう偏った場所から世界を見てるから結果的にちょっとこう 間違えてしまううううとというそういそうの,の見方に実は問題があるんだよとなのでそのものの見方を教えようとあなたはそこまでネガティブに物を見なくていいんですよとかここまでこう直線で続いたら必ず直線で続くと考えすぎたらこれ失敗するからそういうのをちょっと外しておきましょうとかあのー、目の前の数字が一番重要だと思ってこう目の前にすごくね残虐なニュースとか出てきたらこういうのが増えてるって思ってしまいがちだとかこう何か 事件があったら必ず犯人がいるはずだっていうふうに探してしまう本能だとかデータを前にしていくつかこう我々は常に陥ってしまう誤う尾があるんですよね。それをこう11個の,あの10個の消化でえっと解説してそれをちょっとこうあの胸の中に留めておけば新しいデータを見てもあれこれ怪しいんじゃないとかあれこれちょっと課題に評価しすぎじゃないとかこれネガティブに見すぎじゃないじゃあちょっと別のデータも持ってこようっていう視点が。 得られるだからこう世界の見方を変える本としてはあのー、本当に非常に簡単で、あのー、世界の見方を変えてくれるっていうそういう本になってます。コメント欄の中には統計学の先生だったのですかっていう質問がありましたけれども統計学の先生ではなくてどちらかというと公衆衛生の先生になりますね。例えば、あのー、アフリカの方に行ったりとか、か、えー、確か キューバにも行ったことあるのかな、えー、っとそういうところに行って、えーっと、子供たちが例えば大勢病気になってるって言ったら、そこの社会的に、じゃあどういうインフラがを整備すればこの子たちがこうの病気を癒すことができるのかっていう,こう、そういう公衆衛生に関わってる人ですね。で、ご自身の公衆衛生の,あの体験とか、いろんなね、面白い器とかもたくさん入ってるので、ハンス・ロスリング先生の人生をこう総括する面白い話です。と同時に、 ネタバレになるので言えないんですけれども、一つだけ僕が読んでいて、愕然とした話が一つ入っています。えー、っと、最後のあたりなんですけれども、あこう、ハンスのあこの一生をこう多分い難できたこう決定的な罪があるんですね、一つね。一つこう、ものすごいこう罪悪感を感じる出来事を引き起こしてるんですよ、ハンスは。で こう自分の見方が自分の世界の見方とか自分がもう少しそ見えていればこんな結論結果になることはなかったのにっていうふうにすごい後悔してる様子が分かる一節があって「あお前本当そうだったのかと」と、あのー「そういうことだったのね先生」というね、あのー、ちょっとねここは僕はあのー、涙が出てくるシーンがあってあのー。 だからこそこうすごい限界のある人間だからこそできる限りレーダーを広げてできる限り視野を広げてこうなるべく多くのものをこう包摂してものを見れるようにするっていうのが大事なんだというねあのはい、えっと、そういう視点で多分ずっと一生活動されてきたのかなというふうに思いますでねあれなんですよあの <laughs>、えっと 息子さんと奥さんはこのデータのビジュライゼーションの会社をやってるので、それであのハンスのこのね、一生の、えっと、いろんな仕事とかをまとめてグラフィックに直してっていうのが一つの,あのプロジェクトになって、それで、この本になったっていうことですね。実は、えっと、このハンス・ロスリング先生が亡くなられた後、この翻訳している時に、えっと、アンナ・ロスリングさんですね、に、えっと、この夏、京都でお会いすることができまして、に KBP さんのお誘いで、えっと、アンナさんに、 えー、直接インタビューをさせていただいておりますので、その内容も、えー、1, 1月に明けたらですね、えー、公開できるようにして、えーと、今書いているところです。えっ、ー、と、直接ね、あのー、どうなのよ、ここ、みたいな感じでちょっとこう突っ込んだことを聞いているインタビューですので、えー、しっかり書いていこうかなと思います。はい、ぜひご期待ください。 おそらくね、ホモデウスとかと同じぐらい多分すごい話題になる本じゃないかなというふうに思いますので、はい期待しております。今週のニュースで言っておきましょうか、えー、非常にね奇妙なニュースがいろいろあるんですけどね、今週はね、あの、ベンドゲート再びっていうニュースが一つ入ってます。ベンドゲート、覚えてる方はいらっしゃるかもしれませんけど、iPhone6 でしたっけね、iPhone6 かな。 の時に、あのー、あまりに、ね、大きくなりすぎて薄くなりすぎたのでポケットの中で iPhone が曲がるっていうそのベンドゲートってウォーターゲートっていってこういなんか陰謀論とかこういう何か炎上していることに対してウォーターゲートから取ってゲートってつけるのよくあるんですけどアップルで言うとえー、っとなんだっけ iPhone5 かなえー、っとあのセルの電波を拾いにくいっていうのがあった時にアンテナゲートっていうのがありましたよねジョブスが。 持ち方が悪いんだよよっってこう言ったやつですよね、えー、でベンドゲートは曲がってるっていう,こう炎上があった時にそんなに曲がってないよつってこう否定してたやつですねそれがベンドゲートで今回のベンドゲートはこの iPadPro の方ですね iPadPro が出荷時にす <laughs> でに曲がってるっていうそういう噂ですちょっと待ってこれ待って <laughs> この間見た時僕大丈夫だなと思って見てたんですけど うんちょっと曲がってるね、確かに <laughs> あ。あれこないだ見たとき、あれこっち側で見てたのかなうん、こっち側で見てるときには多分大丈夫なんだけど、うーん、確かに少しだけ曲がってるのかな <laughs> まあ、ほとんど問題ないレベルなんですけれども、な,なんかちょっと反ってるように見え、うん、見えますね、これ確かにね。うん、見えなくもないっていことで、えー、出荷 出荷時から曲がってるのはこれ、正しいのか正しくないのかということに対してアップルがえと回答していまして、まあ、出荷時に曲がってることもある。ほんの微妙に。で、全然問題ないよと。今までの製品クオリティのチェックの中でも iPad の中でも一番この曲がりとかそういうものに対してクオリティをちゃんとあの持っているのが今回の iPad だ。だからこれは問題ではないっていうふうにえ言ってるという、そういうあの案件があります。 まあ一番曲がってるのはどうやらあのこのあれですね、えっと、ここにアンテナありますよね、このアンテナを最後に、えっと、あの加熱加工でこう、付着しているんですけれども、あのその,時のえっの、と、熱があの冷却するときにどうもちょっとだけ、ほんの少しだけ反る。本当これもう1ミリのね いいないですよ1ミリよりも半分ぐらいもないかな、なんかほんと数 0. 数ミリとかそういう話なので、まあ、全く機能には問題ないんですし、あと今までの iPad に比べて、本当にフラットなあのスラブになってますよね、これね。で、今までの iPad って、ね、端っこのところをちょっとこうあの、湾曲してたり、この円形に削り落としたりなんかしてたので、今まで以上に多分この今回の iPadPro が気がつきやすい。 とといいうこななのかなと思いますけどそれでもやっぱりね開けてみたらなんか反ってるよって思った人はちょっとこう、あのー、残念っていうねいうことらしいです。保証でこれ交換できるんですかっていうと初期不良とは考えてないっていうことなので、えー、っと交換はできないということだそうですね。なので AppleCarePlus に入ってたとしても一応これは交換の対象の外らしいです。だからといってね力を入れて戻したりするとねっ,っていうと。 あんまり良くないいと思まますのでね、まあでもね、わかんない。うん、わかんないですよ、これ。はい。僕はいいです。まあ、だいたいいいです。<laughs> 18万もしてますから、ねこれ。だから、それぐらいしてたらね、文句の一つも出るだろうっていうのはありますけれども、うん、どうなんでしょう。ちなみに、えっと、Vergie の人たちが、えー、とリプレイしてもらった iPad は、 それはそれは沿ってます。これね、ちょっと大きくしてみるとわかるかな。あれ大きくできないこれ。えー、っと、よっ、できた。これね、分かりますこれはちょっと極端ですね。僕のやつ、これの半分か3分の1ぐらいですけれども、うん。これはちょっと極端に曲がってるな。<laughs> はい。まあ、今のところアップルはこれを、えー、まあ、通常の範囲内ですよということで、否定して、えー ベンドゲートにはしたくないということになってるみたいですがもしね本当にこれが製品クオリティの低下だとするならばアップル最近ちょっとそういうの多いよねとあのクオリティをちゃんと維持しきれてない部分ソフトウェア的にもハードウェア的にもってなるので長い目で見たらどうなんでしょうという気はします僕はちょっとそこまではそこまで言うあの勇気はないかなという気がします、えー その次のニュース、これも奇妙なニュースなんですけれども、えっと、スラックが炎上しています、えー。メッセージサービスのスラックですね。えー、突如として、あのえー、イランをに在住している人ならびにイランを訪問したことあるユーザーを次々とチャンネルからバーンするという事態が始まって、えー、大炎上しておりました。 スラックスバ s、uh, banning some users w even if they left the country. だからもうイランから離れていてアメリカに在住してたとしても以前イランにいましたということでこのチャンネルごとバンされてアクセスできなくなって大変なことになってるというそういう問題がありました。で、なんでバンしているのかというとこの US の,のポリシーですね。あの、えっと、サンクション、テックサンクションか。だから、えっと、 んて言うんだっけ。まあ、あの、経済査察というか、封鎖というか、そういうやつですよね。えっと、で、イランとか、一部の国、えっと、イエメンとか、そういうところの国に在住している人は、この、シリコンバレーの会社のテクノロジーに触らせないという、そういう、えっと、 政策があるわけですけど、それに基づいて、これ書いてありますね。USDepartment of Commerce だから DOC と Department of Treasury だから DOT の、えー、規定に従って、これらのユーザーをバンすることを始めました。ただ問題は、事前に何も言ってないんですね。これに規定するためにあなたのアカウントは何日に止まりますよとかって言ってないので、データを抜くこともできないということで、えー、いきなりバンされた。で、しかも、 もうアメリカにいるのに、イランにいたことがあるって、例えば一時的にいたことあるっていう人もバンされてると。で、まあ大炎上した結果、一応スラックとしては、アのパロジーナア,アップデートということで、一応謝罪になっていますね。えっと、この謝罪がね、なかなかね、あの、謝罪文としては本当に模範的な内容になっていて、えー、2日前私たちは、えー、と自分たちのサービスをこのようにアップデートして、このような影響があったと。で、 私たちはこのアップデートによって間違いを犯したことをすぐに把握したと。で、えっ、ー、と、バンするべきでないアカウントもバンしたし、で、ここが面白かったんですけど、バンした人に対しても我々はその手続きを間違えた。つまり、えっ、ー、と、事前にこういうふうなことを通知すべきであったのをちゃんとコミュニケーションしていなかったために、例えば、 えっとその中に間違ってる人がいたとしても、例えば、抗議するタイムを与えなかった。これはコミュニケーション的に間違っていた。なので、今これをなるべく是正する途上にありますと。もしあなたのアカウントが、こう、えっと、ロックされていて入れない。で、これが間違いだと思われるならば、フィードバックの途方にメールをください。というふうなことを言っています。まあね。あの、 仕方がないとはいえ、去年から続いているマストドンの話と似てるんですよね。マストドンって中央集権的なサーバーを持たずに分散型でネットワークを作りますけど、一つ一つのね、あの、インスタンスのサーバーは EU にあったり、日本にあったりするわけですから、日本にあれば、例えば日本の著作権法の縛りを受けますし、EU にあれば EU 著作権法だとかに、 GDPR とかにと影響されますそうやってサーバーがどこにあるかによってそしてユーザーがこうどこのサーバーにアクセスしてるかによって国境とその国境の中にある法律とによってインターネットがまあ少しずつ分断されている昔インターネットは完全にフラットだったんですけどねどこも同じルールでアクセスできるフラットな空間だったから良かった部分が次第に次第に国の都合とか。 国境間の都合といったものでインターネットに国境線がズバッと敷かれてここから先はアクセスできませんよとかここから先はこのルールを適用しなければダメですよとかそういったことが言われるようになってきているわけですね一部には良いことなんですけどねでも一部にとっては自由が失われるということでもあって まあ2018年って感じがしますよね。あのトランプの壁ができるよりも先にインターネットに壁ができているという。それも大体においては自由とか権利を守るためという名において行われているっていうのがなかなか2018年っぽくてね。トランプの壁といえば、えっ、ー、と今アメリカの政府は一部シャットダウンということになっていて予算,予算が えと更新できなかったので一部シャットダウンということになっています、えー、アメリカの政府はねちょっと不思議な、あのー、あれがありまして予算の一部を執行するためにこの予算がどんどん増えていくじゃないですかでその増えた分の予算を執行するために議会の承認が必要ですし、ね、この法律を書き換えなきゃいけないんですけどそれをやるためには例えば上院で60票なきゃいけないんですねで60票もないですから必ず、えー、と少数派の方の、えー 党今回は民主党ですねの方にもネ、えー、ゴシエーションする余地が生まれるわけですねこう多数の方の共和党だけでは通せないもんですから、えー、と必ずネゴが入るとそれで予算案が決まっていくんですけど今回に関しては、えー、上院がこういう予算でどうだってまとめたものを、えー、と大統領の机に送ってで大統領はそれをサインするのが仕事なんですけれども、えー、大統領に関しては俺の壁が。 過去メキシコが払うと言ってたあの、あの壁が入ってない。壁の予算が入らない限り、俺はサインしないって言って、えー、今ちょっと、あの、ガバメントシャットダウン。で、来週の木曜日までは少なくともシャットダウンってことらしいですね。はい。ザ・民主主義です。<laughs> 次のニュース、えこ、ー、れです。日本では大変受けがいいんですけれども、えっと、ツイッターの時系列表示が iOS とかで戻ってきました。 iOS だったら、えーと、自分のね、プロフィール欄のタイムラインのところを見たら、右上のところに星マークみたいなのがありますから、そこをタップすると、えー、完全に時系列順のタイムラインに戻すことができます。ただしばらく掘っておくと、またあのアルゴリズムタイムラインに戻ってくると,あの、えー、と。あんまりアクセスが少ないようだったら、エンゲージが少ないようだったら、アルゴリズムタイムラインに戻して価値をあなたのために上げてあげますよとでも普段からずっと。 クロノロジカルタイムライン、あの時系列タイムラインで馴染んでる人ならば、ずっとアクセスしてる分にはその設定のままいきますよと。いいじゃん。あの、Facebook もそうしてほしいんですよね。Facebook 常にあの最新じゃなくて、あの、ハイライトになるじゃないですか。最新投稿をクリックしてもすぐハイライトに戻るんで、あれなんとかしてほしいんですけれども、あの、ね、一応、えー、Twitter に関しては時系列順になりました。これ、ぜひみんな使っていただいてね、あの、 ツイッターに、えっと、ツイッターとは何なのかっていうのを一つこうおし、ね、表として教えてあげるのがいいかもしれませんね。ツイッターっていうのは別に Facebook になる必要ないんだよみたいなこうメッセージになるかと思いますのでね。この一年、あのー、ソーシャルメディア、なんか停滞の一年でしたね、えー。何か新しいことがあるわけでもないし、えっと、Facebook とかも何かすごく新しく進歩があったわけではなく、むしろ、 えー、ケンブリッジアナリティカの問題に始まって、えー、データ漏洩の話とか、データをプライバシー侵害の問題とか、ということで、もう1年間、フェイスブックはもう本当に地獄の豪華で焼かれてるっていう状態で、本当に、えー、ザッカーバーグさんね、マーク・ザッカーバーグの、えー、退任要求も一度や二度じゃないですよね。ねで 逆にフェイスブックが燃えてくれてるおかげでツイッターにそれほどねあのえっとあんまり炎上がいかなかったようなそんな気持ちもあってあのー困,っうん、困った状態でグーグルプラスはねプライバシーの漏洩があって2回目がありましたので今度、あのー、4月にね8月シャットダウンって言ったのが4月に早まっちゃいましたのでこれで3つのあの <laughs> ソーシャルネットワークのうちの一つが消えてしまう。で、二つともなんとなく、えー、停滞しているという状態。だから多分独り勝ちしてるのはインスタグラムみたいなもんですかね。えー、っと、そんなところかなと。で、それに対してちょっと面白い評論があったんですけれども、あのー、まさに Vergy の記事になっていたんですけれども、えー、2018年の、あのー、最も 大事なソーシャルネットワークは何だったんですかっていう記事で、実はそれはフェイスブックやツイッターではなくて、あのフォートナイトだったんじゃないのっていうそういう論説がありました。あのー、フェイスブックにねいつまでもいると鬱っぽくなるし、ツイッターだってそんな面白くないしみたいな時代の中で、こういつだってこう ネットにつながっている理由を与えてくれたもの、そしてこう仲間とワイワイやれるこう理由を与えてくれた、一番のこのコネクトさ,しさせてくれたものは、ひょっとしたらフ,ェイスあのフォートナイトだったんじゃないのかって。<laughs> まあ、ちょっと言い過ぎなような気もしないでもないですけど、でも確かにフォートナイトを使うっていることの意味合いって、フォートナイトをプレイしてる意味合いって、なんかこうネットの残りとはちょっとなんか違いますよね。フォートナイトってなんかそういう。 ちょっとこう、うん、なんだろう、ネットにおけるパーティーみたいな感じですよね。<laughs> あれ、よくできてますよね。PUBG、プレイアンノンズバトルグラウンドがすごくガチなあの戦いなのに対して、フォートナイトって同じように入っていくところからして、なんかパーティーやってるみたいな状態で、さあ殺し合うぞ、みたいな感じでやってるゲームですけど、なんかその、常に変わりゆくゲーム、 シーンの中の中の、ね、イースターエッグを開きながら次に何が来るだろうってワクワクしながら Google フー,ームをなんか起動しちゃった <laughs> えっと後ろでなんか Google フォームを喋ってましたけど、えっと、そうなんかそういうふうになんかネットの玉手箱みたいに使えたのがフォートナイトなのかなっていうそういう感じなところがあります そのフォートナイトなんですけれども、ちょっと一つ今くつぶってる炎上がありまして、これね、非常に興味深い話題なんですよ。フォートナイトの中には、妹っていう機能があります。プレイして、まあ、最近のゲーム多いですよね。あの、コールオブデューティーもそうですし、いろんなゲームにありますけれども、あの、まあなんか、ボタンを押すと、 プレイヤーキャラクターがダンスをしてくれるとか、あるいはあのー、ガッツポーズを決めてくれるとか、こう、ね、なんだっけ、あのー、フォールアウトだったらピョンってこう、親 <laughs> 指出してくれるとか、あのー、妹機能っていうのはあるんですけれども、えー、フォートナイトに関してはダンスムーブがあります。例えば勝った時に、ヤッシャーってこうダンスをあの決めたりするっていう、そのブレイクダンスを決めてみたりだとか、あのちょっとこうダンスを決めてみたりっていう、そういうエモートがあるんですけど、最近その、よく知られている妹を、 あのダンスムーブを、えー、パクってたわけですね。例えば、えー、っと、ラッパーの2ミリの、えー、ダンスをあのパクって、まあ、パクるっていうか、そのダンスムーブをそのままフォートナイトの中に取り入れて、えー、っとスワイペットってった名前のエモートにしてたとか、非常にあの有名なやつがこれですね。えー、っと、フロスっていう。 あの手をこう前後に、えー、と前に行ったり後ろに行ったりしてるんですけどこの動き、えー、とラッセル・ホーニングさんの、えー、とこのステージとかで行われるこのフロスっていう動きがそのまま、えー、とフロスの妹として使われていたりとまあみんなよく知ってるダンスムーブだから勝利した時にこのダンスムーブをすることで、あのー、なんとなくこう盛り上がるっていうのはまあ分かりますが物議を醸しているのがこのダンスムーブが まあ要は課金アイテムになってるわけですね。えっ、ー、と課金をするとこのダンスムーブを追加することができるということでそれに対してアーティストの人たちがえ我々のこう知財を利用してバビジネスをしているんじゃないのかっていうことで提訴し始めていると、えー、2 m i l l i が出してますしもう一個アルフォンソ・リベリオさんのえっとあれだ あのカールトン・ムーブが、えっと、裁判になってましてあとこのフロスですよねラセ・コーニングのフロスが、えー、で計3つの訴訟が <laughs> 今提示されていて俺たちのこのダンスムーブを取るんじゃないっていうふうに言ってるわけですねでもこれすごく面白い話でこれダンスムーブって,ってなんかこう決め,決めポーズだけなんですよこの一瞬の決めポーズの動きを 著作権で守れるのっていう話があるるんでですね著作権で守れるのはコレオグラフィーです。えっと、この一連のダンスの動きをこうコレオグラフィーとして芸術としてこうの文脈でやったら、これを著作権的にこう登録して守ることは可能です。が、この一瞬の決めポーズとか一瞬の動き、例えば日本で今分かりやすいのだと、あれですよね、ダパンプの USA のあの,あの一瞬だけを、 著作権で守れるかという話になってくるわけですね。例えばダパンプの USM ブをこれもしフォートナイトが取った場合にダパンプがそれを提訴できるかっていうことになります。これはさすがに裁判してみないとわかんないところがあるんですね。えー、っとアーティストの側の主張としては。 この動きは十分認知されていて私たちのムーブ,メムーブだとこのアーティストのムーブだっていうのはすごく認識されていてそれを勝手に利用してお金を取っているのは我々の権利に対する侵害だっていうそういう一つの、あのー、主張の仕方がありますでなんとなくそれは、うん、まあそうじゃないのっていう気もしなくもないんですけどでもその反対意見として短すぎるじゃないと ただの決めポーズみたいなものまで登録ってなり始めたらこうダンスってこのダパンプのあの動きも含めてあのいろんな動きをこうあの取り合わせて組み合わせて作っていくものでえとそれはもうほとんどあの音楽の音符に近いものなんだよとでその音楽の音符そのものをとこう登録できるのかぐらいのところに来ちゃうのでそんな短すぎるものをコレオグラフィーとして登録するのはそれはないんじゃないっていうそういう意見もあるわけですよね。この 短いダンスムーブが十分著作権であの保護されるのかっていうところで今ものすごく面白い展開になってます。フロスなんかはね分かりやすくてこうまさにあのあのこのアーティストのものっていうのがなんとなくわかるのでなんとなくこれは当たりそうな気がしますけどじゃあ あのこうダパンプのあの動きとかはあれ登録して他の人使えませんってなったら今後ねどん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 人,人体の動きって有限だからこう使えないダンスムーブが出てきたりなんかしたらそれは結構損失じゃないのというね <laughs> これ面白いなこれどっちが正しいっていうこと以上にこ,うこれがこう訴訟になるってことが面白いうんいいですね まあこれも2018っぽくて大変よろしいなという気がします。個人的にはあのー、何らかの合意をしてほしいですね、えーと。著作権法的に守られないけれども、でも、えー、とこの名声に乗っかっている部分は認めるから、例えばちゃんとライセンスし。 あのっていうかこのアーティストの人たちに、例えば何,何万ドル払うことによってこう、ここ何てうの、ちゃんと示談するみたいな、なんかこう、両方が折り合いつくようだと一番嬉しいですね。だから、誰がどんなダンスムーブしようが自由だっていう状態にしといた上で、でも、ちゃんとペイされるっていう形が理想的ではないかなという気はします。本来ね、あの、法律で争うのは最後のオプションにしといてほしいですからね。はい。 次のニュースメルカリさんこれもうあれだ1週間前のあれだニュースになりますけれども英国撤退過去に10億円の10億3921万円730万8000ポンドの営業損失経済経常損失で売上高が43万円 <laughs> 43万円の利益のために10億円溶かしましたっていう。 ガチャにしてもすごすぎるなという話が来ています。これちょっと気になってメルカリ UK 見に行ってみたんですよ。メルカリ UK 見に行って、えー、っと、最近 iPad を売ったことがあったので、iPad Pro とかでこう検索してみたんですね。UK、メルカリ UK の中で。そしたらもう驚愕でですね、3万円以上で iPad が売れた件数が5件とか、そのぐらいです。しかもだから3万円以上ですから、 普通の iPad?iPad Air?mini?pro?pro2?pro3? 第3世代。全部含めて3万円以上で売れた件数が5件とかそのぐらいなんですよ。どんだけ人がいないんだっていうぐらい。何か決定的に間違えてるよね、これっていうぐらい。全く人がいない状態。だからまあ、あのこれは伸びないなってことで撤退っていうことで。まあ、 あの3年ですね2015年11月に設立して18年12月あの1月で撤退ですからまあ3年ちょっとということでねはいでメルカリ知り合いもいますから急年イギリス帰ってくるってなんかその件とは関係なかったらしいんですけどでもそれでもびっくりでしたからね、うん、でも、U、えっ、ー、と US の方は続けるそうで US の方のマーケットも見に行ったところまあ 日本ほどではないんですけれども、えー、とそこそこお客様はいて、えー、取引もされているみたいでした。まあ、eBay に比べたらまだまだ小さいですけれどもね、でも、あの、多分 eBay で売れないものをメルカリで売ったりといったことはできるでしょうから、まあ、まだ US の方が伸びしろがあるのかなという気はします。メルカリは国内ではね、もう本当にものすごいマーケットを作りましたけれども、成長するためには多分国内では、 そこまでの次からの成長力はないでしょうから、ぜひね、あの海外で伸びたかったわけですけれども、メルカリが存在するためには非常にあの強力なあの運送のための、ね、仕組みが必要ですので、えーっと、結構そういうところになるとカを入られてくるということで、まあ、US で頑張って、それ以外の多分サービスもこれからも頑張っていくという、そういうことでしょうね。まあ、誰かと話してたんですけど、ちょうどこの なんか不景気がずっと続いていて、スマートフォンはたくさんあるんだけど、不景気になっている日本だからこそドンと来た、そしてヤフーオークションがスマホ化をちゃんとしていなかったところの隙をついてドンと来たサービスなので、まあ、他のところで伸びるためには、他の隙をつかなきゃいけないだろうねという話をちょっとしていました。はい、今後とも期待したいと思います。メルカリの知り合いね、いりますからね、結構。えっ、ー、とー、さっき、 ソーシャルメディアの話したんですけれども、ちょっとアメリカからやってきた、あのちょっと明るいニュース、出版関係の明るいニュースで、えっと、大原圭さんが確か本 JP の方で紹介していましたけれども、ボックスメディアのところで、えー、ちっちゃな本屋さんがインスタグラムを使って結構売り上げを伸ばしているという、そういう話題がありました。インスタグラム is helping save the indie bookstore。この場合のインディーっていうのは、あのー、 まあ大手のチェーン店の書店ではなくて独立系書,あの書店ですねで。独立系書店っていうことはあの取り次ぎとかを経なかったりなんかして自分で本をセレクションなんかしてたりするのでだから取り次ぎに払うお金がない分だけこうあの一冊売れるたびに、えー、見入りが大きかったりします。僕もこの間ワシントン DC で泊まったあのデュポントサークルのホテルの近くのところにあのすごいあの有名な この独立系書店があってものすごく、あのー、ワクワクして見てたんですけれどもそんな感じの書店にとってやっぱり集客っていうのが大事な問題になっていてそこでインスタグラムが入ってきてるっていう話題があります要するにこう自分たちのねこれ,これはすごいなあのね本が傾いてますよこれ何すごいことになってるなまああの本とともに生活してる今この本を読んでいるとかこの本の表紙きれいだよねみたいな 最近、アメリカの本とかも、ね、あの表紙がすごくきれいになってきているのであのそこをシェアして生活のすべてがインスタグラムになっていく中で読書を見せ,見せる自分の読書をこうショーオフするような、えー、ブクスタグラムという動きがあってそれに乗っかってうちの本屋でこれ売ってるよみたいなことが言える。 これ読書とは言わないと思うんだけど本で遊んでるって言うと思うんですけどまあ本と共にある生活をインスタグラムでシェアしてこう引き付けるっていうそういう動きがありますねってことですちょっと見てみますかあれですねこの間買ってきたゼアゼアとかなのねこれもタイトル綺麗ですけどもこういうグラフィカルなデザインもありますし先週お見せした ゴンソンロンっていうの、これも多分一流のね、あの、フォトグラファーに多分レタッチかけたようなあれですかね、こういうデザインもすごく綺麗ですし、まあ、アメリカの本のペーパーバックでもね、えっ、ー、と、上位でこの,この間読み切った、あの、黒人の名探偵の小説ですけど、こういうのも綺麗ですし、ね、ストリートアートとかをちゃんと取り入れてるような表あのもありますし、まあ、やっぱり、あの、インスタ映えするんですよね、本ってね。 だから、あの、僕の大好きなね、あの、ダ t h e r Light We Cannot See もそうですし。うん。なので、ブックスタグラムいいじゃん。これ日本でも広げませんというのが僕の主張でございまして、来年はブックスタグラムしようかなというのがあります。ね。コメント内で仙台市内に2軒ありますと。そうなんですよね。最近日本でも独立系商店というのは少しずつ増えてきていますので、 あの可能であれば、こう本、1冊売れるたびの取り分ですよ、ね、書店の取り分が例えば3、4割ぐらいになれば、セレクトショップみたいにして生き残れるんですよね、今みたいに 1, 1割ぐらいとか2割ぐらいしかもらえないっていうと、それはベストセラー売るしかし,しょうがなくなっちゃうんですけど、でもこれがね、ちゃもうちょっとこうあの出版社との間の直接、ネゴとかでなんとかなれば、書店で暮らしていけるわけですよ。 ぜひ暮らしてみたいわけですよ本屋になれたら最高じゃないですかだってね本選んで本売って、まあ、ちょっと時間があれば本読んで暮らせたら最高だと思いませんかねということなのでブックストグラムはちょっと日本でも広げたいなという気がいたしますで多分これねもう一つにはあのー、なんだろう本読んで俺がすげえみたいなそういうあの話じゃなくて もうちょっとライトな本読んでるあの雰囲気を伝えてるだけなのでもうちょっとライトなライフスタイル的な多分発信だと思うんですよね。まあ、それぐらいでいいんじゃないのとあのなんか俺は本読んでるぜみたいな偉そうなのはもうもういいんであの楽しい楽しいっていう感じで <laughs> 伝えていくのが一番じゃないかなというようなそんな気がいたします。はい とということで2018年の、えー、とニュースとかここまでなんですけれども1年間ね本当にいろいろありましたがちょっと今ね思い出そうとしても何があったか思い出せないですねはいあの僕個人としましては、えー、1年間は去年はライフハック大全を売り始めるところから始まってだから去年だってまだ 1>, 1月明けてようやく新宿紀ノ国屋本店の1階にようやく置いてもらえた時期だったのでまだこの時期は売りまくってたんですよ高校書店行ってお願いしますみたいなこうねあのやってたんですけどだから1月2月ぐらいはずっと売っていて3月に知的生活の設計の企画が上がってきてもにょもにょ考えて6月ぐらいまで考えて78月で書いて。 78月で書いてそして11月に本が出ておしまいみたいなそういうね、えー、1年だったので長かったな本当に長い1年でした僕にとってはえっ、ー、と微妙にいろんなところでつぶやき始めてもいるんですけれども私のえっ、ー、と今の職場ですねえっ、ー、との 任人気が今年度で終了になってしまいますので、えー、あれですね、40代ミドル中研究者失業数の、えっ、ー、と、展開になっておりますが、まあ、あの、来年1年分ぐらいは、とりあえず、あの、仕事がありそうなので、えー、ちょっと、あの、頑張って、なんとかつないでいこうかなと思ってます。ただですね、えっ、ー、と、その来年度ですね、4月の、えっ、ー、と、 職の勤務形態次第によってはひょっとするとライフハックライブショー日曜日にやるのが少し難しくなるかもしれないというそういう塩梅になってきています多分ね多分大丈夫だとは思うんですけど必ず例えば朝の6時に起きて出勤とかそういう話になってくると 夜やってるとひょっとしたらくたばっちゃうかもしれないちょっとつらすぎる場合にはひょっとすると土曜日に譲る可能性もまだありますちょっとまだそこら辺流動的ですねどうなっちゃうんでしょうかねはい40代半ば研究者生存戦略については来年もまた引き続きやっていきますので <laughs> 生き残れ堀正竹というテーマで多分これからもやっていこうかなと思います あとね、来年に向けて、ブログとかどうしようかなっていうのがちょっと少し悩みとしてありましたね。えっと、どん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 とブログそのものに人が来るっていうのは、なんか少なくなってきているので、例えば今までね、あの、ほら、<laughs> あの、あれ、自分が 全体の時間に対して、例えば5割ぐらいをブログ書いたり、えー、っとするのに使ってるとすると、でもそれに対して SNS やった方が話が早かったりするっていうのがあるので、だいたい今新しくやってる人たちって SNS がほぼ中心で、あのブログは多分2割ぐらいとかそういうのがあったりするんですよね。だからコンテンツ戦略としてねあ、だいぶもうちょっと考えた方がいいのかなと。それで最近はもうちょっと軽やかなノートを中心にやってる人も大勢いますね。で やめてしまうつもりは全くないんですけれども、割合を少し変えてみて、何が起こるかをちょっと試してみようかなっていうのは思ってますので、それでなくてもねブログの更新少し少なくなってますけれども、更新する内容を少しちょっと考えて、例えばもうちょっと軽い内容はノートでバンバンあのやってって、有料ノートはね今、知的生活の週間じゃないや、知的生活日記かっていうのをえっと月に10回ぐらい出版。あの パブリッシュさせてもらってるので、それはそのまま続けて、えっと、ブログを軽めに SN、SNS とノートをもうちょっとこう固めてっていうような、そういうやり方をしてみたらいいのかなというような、そういうようなことを考えてます。方向性としては、別にその、SNS ってバンバンバズって、こう、インフルエンサーになりたいとか、そういうわけでは、ないんですよね。えっと、そういうのはもう、ちょっと、あの、 そういうの専門の方にお任せしといて僕の一番の目的は知的生活の設計でも書いた通り届くべきところに自分の届いてほしい情報を届けるっていうそ,のそこがしっかりやりたいでもそのためにブログがあんまり、あのー、一番良い媒体じゃなくなってるかもしれない一番最後に蓄積させるのには一番良いんですけどもえっと途中経過のところは何もブログじゃなくてもいいのかなとうそういう感じなので SNS でババババっとやって、例えばその結果をちゃんとブログにまとめて、でっていう、そういう、こう、載せ方にしておくといいのかな今までね、あの、SNS の使い方としては、そんなにね、あの、えーっと、若い人みたいな使い方してませんからね、ちょっとやり方を変えてみようかと思います。はい。 皆さんはいかかだったでしょうか、えー、とコメント欄もずっと見させていただいてますけどねはい、あのー、研究テーマ探すといくらでもあるのにもったいないですねっていうコメントありますけどその通りあのり、ーね、研究することはいくらでもありますし、あのー、やんなきゃいけない仕事はたくさんあるんですけどもまあいかんせんね、あのー、国のお金の切れ目が縁の切れ目みたいなところありますからね、あのー、うんなかなかねそれで家族もいますとね えっと、どうすればいいのかなとっていうところがあったりします。あとね、えっと、ほんと、あのー、これからどういうふうにして、知的生活の、まあ、蓄積みたいなものを、今後もね、ブログが最終的なあのストック場所になるのは変わらないんでしょうけれども、そこに至るプロセスの部分はどう変わっていくのかなっていうのが、ちょっと多分、あのー、なんだろう、 さ去年から見えてたことなんですけれども、ちょっとなんか水が濁って、一気に見えにくくなったのが2018年だったような気がします。で、これね、いろんな局面であったんですよ。Facebook Twitter 停滞みたいなものも確かにありますし、それに対して TikTok とかが出てきて、えっとで、おじさんさっぱり分かんないメディアが出るっていうのはすごくいいことなんですよ。おじさんがさっぱり分かんないものがあるってことは、多分次の10年に向けて何かが始まってるってことなので。えー 多分水面下では次の10年をけん引するための何かが生まれつつある。で、あと、あの、去年までずっと続いてた AI 関係の、あのー、サービスとかが、一気になんか AI って言葉がこう、うわっと盛り上がって、この今年の後半のとこでうわっと盛り下がりましたよね。もうだから AI って何でもできるのかな何でもできないじゃん。みたいな。それって去年の,あのチャットボットですごいぞ。チャットボットなんもできないじゃんってなったのと同じで、あのー、なんかね、こう、すごくこう、 インフラは整ってきたけど次の10年をけん引する爆発力はまだないっていうところなのでなんかこうすぐそこまで来てるだから来年再来年あたりがまた得意点の年になるんじゃないのかなと思って日々ネットを見ています多分面白いことがあるはずですので前の10年はね iPhone とクラウドだったわけですけども次の10年何かがあったら早速飛びついて ご紹介していければなというふうに思います。はい。ということで、ライフハックライブショー,、えー。毎週日曜日にこのような形で、ちょっと未来をね、えーっと、知るためには今のことを知ればいいという、そういうテーマで、えー、テクノロジー、アート、その他政治とかも含めて、いろんなことをね、時期にアニメの話とかもしながら紹介していきますけれども、来年もそんな感じで、えー、っといろんなテーマでご紹介していければいいなと思います。えー、また、あのー、来年は1月の、あれ、なんだっけ こういういいいのさっとと用意しておかないといけませんね来年は1月の最初初回は6日ですね。1月の6日からまた再開したいと思いますので、またお会いしたいと思います。ライブショー、毎週日曜日夜10時からやっておりますが、後で YouTube にアーカイブも上がりますので、えー、そちらの方もご覧ください。それでは、いよいよ年をまた来年お会いしましょう。では。